新潟県立国際情報高等学校。新潟県立国際情報高等学校。新潟県立国際情報高等学校。英称、新潟プリフェクチャール国際情報ハイスクールは、新潟県南魚沼市に所在する、県立専門高等学校である。愛称は、キロジュール、KJ、英略は、NKJHS。新潟県内の高等学校で唯一、 スーパーグローバルハイスクール SGH とユネスコスクールに指定されている。本校は1992年に開校した。40人が級4クラスと小所帯ではあるが、1学級あたりの教員数は3名で、その内訳は、クラス主任、担任、副担任である。基本的なカリキュラムは、両科とも一般的な普通科と全く同等であるが、設置名目上は、 専門教科、英語を中心に履修する国際文化科と専門教科、理数を中心に履修する情報科科からなる。これらは専門学科、ただし他県における英語科、理数科に相当し、職業科目の授業は実施しないであり、新潟県外から生徒を募集できることを特徴とした。また、遠方から通う生徒のために学校近辺に複数の学生寮もあり、 全校生徒の3分の1ほどの生徒が入寮している。その他、本校では他校で広く実施されている観光を目的とした修学旅行の実施は、開学当初から2010年代以降の現在に至るまで行われていないが、それらの代わりに、関東方面、国会議事堂などを訪問する研修旅行や語学研修と海外交流を目的とした東南アジアなどを、 訪問する海外研修旅行が例年実施されている。修学旅行がないことにとどまらず、本校では全国各地の高校で広く実施されている文化祭も本校では全く行われていない。文化部発表会という行事こそあるが、内容は一般的な文化祭とは全く異なり、授業内容や文化部の活動を全校生徒を前にして発表する場となっている。 開校から16年が経った2008年度から、新潟県立高校の全日制普通科の学生が完全に撤廃されたことを受けて、名目上の専門学科として、学区外から生徒募集する特色は失われつつある。また、2008年度入試から、分離の枠を撤廃し、専門系として生徒を募集する、いわゆる、くくり募集が実施されていたが、 2012年度入試の4年間で廃止された。なお、2010年代に入った近年は定員割れが続いており、2018年度に至るまで、各学科で通年二次募集が実施されている状況である。開学時より、ブレザー、ネクタイタイプの制服を採用していたが、2018年度、入学生より制服を改定し、ブレザーとリボン、女子タイプのものを新たに採用した。 本校は他校にはない特色が複数ある。他の県立他校にはない学食や学生寮が設置されているほか、平日は毎朝10分間の小テストが実施されている。小テストでは8割以上の点が取れた生徒、合格者は掲示板に貼り出され、不合格となった生徒は放課後に追試を受験するシステムをとっている。このテストは成績に反映されている。 その他にも1学級3人担任制を導入しており、本校で独自に導入されている学習記録帳では、交換日記形式で生徒とコミュニケーションを取りながら、各担任が交代で生徒の自宅学習の嬢が計画的に図れるようになっている。また、1年次8月には職場訪問が実施されており、病院、裁判所、農業試験場、 各種企業や新潟大学を訪問する。本校の校地周辺には、コンビニ等が一切なく、勾配が校舎内に設置されていないため、校舎隣には、学校食堂、カフェテリア関越が設置されている。学生寮に入寮している生徒をはじめ、職員などの利用者は多い。平日は元より土日も営業しており、講習や模擬試験が実施されない休日にのみ休業する。 なお、新潟県立高校において学食が設置されている例は、極めて珍しく、2018年5月現在では、本校のみである。過去には、新潟県立牧高等学校にも設置されていた。本校では、他の県立高校では設置、運行されていない民間の業務委託によるスクールバスがある。休日にも模擬試験、講習などが行われている、関係上。 完全休校日を除いて毎日運行されている。運行は南魚沼市に本社を置く魚沼中央トランスポートが行っており、運用される車両は同社に所属する車両である。直通バスのため途中の停留所は設けられておらず、浦佐駅とキロジュールとの間を約5分で結んでいる。特徴としては男女サッカー部があること。女子サッカー部は 三年連続北信越大会、出場を果たしている。なお、新潟県内の全日制家庭を有する教学の高等学校で、特に男子生徒が多く在籍する高等学校では、珍しく、野球部が設置されていない。運動部、文化部とも2月、日、期の週3回活動、大会前の場合は除くである。長岡市、新潟大学教育学部附属長岡中学校。 51人、長岡市立東北中学校、15人、長岡市立東中学校、14人。南魚沼市、南魚沼市立塩沢中学校、26人、南魚沼市立山戸中学校、25人、南魚沼市立六日町中学校、18人。魚沼市、魚沼市立小出中学校、14人。 新潟市、新潟大学教育学部附属新潟中学校、4人。下越38人、内新潟市29人、佐渡市2人、中越313人、内長岡市131人、小千谷市12人、南魚沼市79人、魚沼市38人、東下、長市21人、上越16人、内上越市15人、その他4人、全数371人である。 男子、自宅、81%寄宿セ19%、女子、自宅、89%寄宿セ11%。新幹線、9%新幹線以外の鉄道、66%と補充7%、その他、バス、自転車含む7%。この他にも、千葉県や東京都の中学校から進学する生徒や、中国からの留学生などが在学している。 15期生から23期生までの主要な振動状況を示す。括弧内の数字は15期生から23期生の総計を表す。なお、すべて現役のみのデータであり、可年度生は含まれていない。国内国公立大学合格数、北海道18、東北58、東京10、京都4、名古屋6、大阪10、 九州、二。東京工業、三。一つ橋、八。東京学芸、十六。お茶の水女子、七。つくば、二十四。千葉、十八。新潟、百八十三。埼玉、二十一。国内私立大学、合格数。青山学院、三十六。学習院、八。慶応二塾、三十一。中央、百十五。 東京理科85、法政76、明治100、立教46、立命館59、海外大学合格数、ユニバーシティオブオレゴンザ、ステートユニバーシティオブニューヨークマウント・アリソン、ユニバーシティ・ユニバーシティオブカリフォルニア、デイビスなど44、国公立大学合格率、単位、パーセント、15期、 8 6 7十6期、68.017期、68.38期、67.719期、62.020期、56.121期、64.722期、70.423期、66.6。大学等進学率、単位、パーセント短期大学や専門学校等、その他の教育機関を含んだ進学率。 15機、92.016機、87.317機、84.98機、82.019機、84.520機、82.021機、89.322機、90.123機、86.3。三。十二千十年度までは、ウラサスキーなお、公共交通機関が発展しておらず不便なために、 自転車通学が認められている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。